ってなります時間あって暇だったらなんかもう電話ちょっと手に取ってご飯にしちゃおうかなと、はい、もう今までこう交番の画面をこうやっといてすぐこう交番にできるでしかも会社の僕だともうインターネットのもう回れるサイトもほぼ回って何も見るとこなくなる状態になるんですよ暇すぎるおはようございます。おはようございます。今日と明日の2日間デビューよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。時折こうやってオフショットで、はい、お話を聞きに行きます。はい、どうですか昨日は寝れました？あ、でも夜中起きちゃってそっから起きてます。夜中何時から起きてます？4時ぐらいから。あ、結構早くから起きてるね起きてます。はいはいはい。やっぱ緊張します？でも逆に想像つかなくて。あ、もう今日の朝ごはんはお弁当ですか？はい写真があるから水です。いや、全然あの外にいっぱいあるんで食べてもらって大丈夫。はい、あの欲しいのを。はい、はい、メイクとかはどうなの？他の人にやってもらうことってあるの？全然ないです。ないんだ。はい、じゃあ今日どう、こう他の人にメイクしてもらって。でもいい感じです。いい感じ、はい、写真撮影ですね。はい写真は撮られるの？どうぞ。ちょっと緊張します、うん、自分で自撮りとかなんか撮ったりする？あんまりしないですね。あ、じゃあそれもまたある意味初めてに。はい、そんな感じ苦手とかはあるんですか、写真？それはない。でもどう映るんだろうって感じです。本日のお弁当、好きなの2つ選んでいい？2つですか？どうしよう、ほんまに2つ選んでいいんですか？じゃあこれと、どれ？サバ味噌？サバ味噌と、うん、どうしよう、生姜焼きで、はい、はい、決まった。じゃあ一旦メイクルーム持ってっちゃいますかね。うん、こちらね。メイクルームに置いておきます。バス。頭だけもうちょい。はい、はい、はい、お疲れ様です。写真終了。はい、スリッパ。頭が冷やされてます。暑いです。はい、お昼です。さあ、昼を食べるとこだけちょっとね、はい、言おうかなと、はい、ずっとはいないよ、はいママは何が好きなんですか？私嫌いなものなくて、はい、もう和食洋食何でも食べれちゃうから、はい、気分で、気分で、あ、その日のね、はい、うん、生姜焼きです。こちらご飯すごい、量がすごい結構なおかずの量ですけど。美味しそうです。美味しそうです。今日は、はい、生姜焼きを選んだと。はい、ちなみにどれから最初食べる？
好きなものから食べますか。好きなものから食べます。え、じゃあお肉から食べる。食べます。あ、大根から食べます。あ、じゃあ正解から漬物からね。じゃあゆっくり食べてね。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。じゃあこの後ね、あのデビュー作品出ますけど、はい、心の準備大丈夫ですか。結構緊張してます。はい、緊張しやすい方ですか。いや、初めてこんな緊張してます。あ、寝れない、なんか、ね、寝れなくて起きちゃったって言ってましたね。夜中目覚めました。朝4時から起きてるんですよね。はい。じゃあ早速カメラに向かってちょっと自己紹介してもらってもいいですか。鈴の谷凛です。1月20日生まれ、20歳です。さっきちょっと入ってきた時思ったんですけど、今日身長があれですよね、小柄ですよね。あ、151センチです。151、結構ちっちゃいな、ね、はい。スリーサイズか。86、58、86です。あ、今現在って、はい、何やられてるんですか。今コンカフェで働いてます。コンカフェっていうか、あのコンセプトカフェですよね。はい。どんなコンセプトなのか。メイド服のコンセプトです。ちょっとイメージが古いんですけど、はい、なんかオムライスになんかハート描いたりとか、萌えって描くのかなみたいな。あ、ご飯が出てこないみたいな、逆に。あ、ご飯ないんだ、飲み物しかないんだ。はい。あ、お酒ってこと。と、チェキ取るとか。あ、チェキがついてくるんだ。はい。はいはい。出身地的にはどこになるんですか。兵庫です。あ、で、兵庫の方でも今回入って。はい。あ、あんまりでも関西弁出ないですよね。あ、でも薄い方ですね。あ、薄いんだ。周りでじゃああんま話す人いないのかな。はい。二十歳でこう、はい、AV に出ようってこう思ったこうきっかけというか動機みたいなのってあるんですか。有名になりたかったからです。有名になりたい。みんなが知ってる AV 女優になりたいです。結構じゃあ多くの人に知ってもらいたい女優さんになりたいと。はい。目標にしてる女優さんとかいるんですか。三上優愛ちゃんとか好きです。優愛ちゃんを目標に。はい。あんな感じでこう女優さんになりたいなと。はい。エッチ自体は好きなんですか。好きです。初体験って何歳ぐらい。18歳です。あ、じゃあ2年前ですね。はい。結構最近。最近です。初体験の思い出、どうですか、印象残ってることとか。その時もめっちゃ緊張してました。してみてこう気持ちよかったとか、やっぱりちょっと痛いとかもあった。いや、気持ちいいしかなかったです。あ、初体験から気持ちいいしかなかったんだ。はい。あ、はいはいはい。何人ぐらいこう経験されたんですか、男性は。4人ぐらいです。あ、経験人数4人。はい。全員彼だし。はい。え、今現在彼氏とかはいないです。あ、いなくて。はい。どのぐらいいないの。1年ぐらいです。あ、結構長いこといないんだ。はい。じゃあ1年間エッチもしてない。してないです。あ、じゃあ今日久しぶりのエッチってことですね。はい。 AV 見ます。いや、そんな見たことないです。うん、どんなやつ見たことある。ほんまにこう、ノーマルだと思います。うんうんうん。え、例えばじゃあ、はい、その時のこう企画というか、どんなことしてたとか覚えてたりしますか。家でエッチしてるみたいな。あ、お家で。はい、はいはいはい。今
今までこう経験してきた4人の中で例えば変わった性癖の人とかいたんですか？相手で。いや、まだ出会ったことないです。うん、みんなノーマル。はい。変わった場所とかでしたとかは？いや、ないです。今日デビュー作じゃないですか、はい、周りに多分スタッフもいっぱいいると思うんですね、はい、周りで見られながらするみたいなことは、うん、多分初めてだよね、はい、やっぱ恥ずかしいですかね、なんかこう周り見たら。一番緊張してます。あ、やっぱ気になりますか？みんな見てるんじゃないかと。気になります。今現在彼氏がこう1年ぐらいいないってなると、はい、例えばこう自分でしたりとかはあります、はい、あ、電話でオナニーとかします。結構週どのぐらいの頻度で使う？週3とかです。あ、じゃあ2日に1回ぐらい、はい、どんな時しようと思う？暇だったらしようかなってなります。時間あって暇だったらなんかもう電話ちょっと手に取ってオナニーしちゃおうかなと。はい。今までこうエッチで行ったことはある？あります。 ある、はい、結構毎回行ける、はい、しよう。 I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mindEverybody in the world die. Please Lord give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Ayy, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit then I'll get it right nowI'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift, oh! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. デビューの初セックスと、はい、撮っていきたいと思います。はい。じゃあ、お話ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと一回控え室戻って待機しててください。はい。